久保さん、悪名だけど、悪名だけど無名。<laughs> 悪名だけど無名にしましょうか。僕逆なんですけど、あの情報商材っていう悪名じゃないですか。悪名高き、情報商材みたいなね。僕情報商材完全バイブルっていうのを出してて、ね。<laughs> 僕は本出すときにね、あ、これはもうずっと世の中では悪なんだな、みたいなね。<laughs> でも無名みたいなね。だけど無名みたいな。あ有名じゃないっていうね。<laughs> 再生数もそんなないしね。 でも悪名でも、悪名でも、ちゃんと中身見てくれる人は、吉田さんって言ってくれるんで、一般的に悪名でも、なんとかなりますね。一般的に悪名で、一般的に悪名でなおかつ無名でも、まあ,あ、なんとかなるっていうね、言ってらっしゃい。